はい、どうも皆さん、こんにちは。今回ね、京阪電車淀屋橋駅の時刻表について語ろうと思っています。まあ、淀屋橋駅は御堂筋線と、乗り換えができる、駅として、扱われてるっていうこと。裏面にはこんな電話番号が書いてある。中身見ると、平日から京阪電車は、昼間は普通電車、黒字が書いてあれね、書いてないっていうことです。中之島から、中之島始発の電車から、京橋で、乗り換えができるっていうことです。ピンクの8時台、8時10、9時10分、9時40分の電車あります。ここは快速特急らくらく。停車駅は、ここに書いてある通りです。京橋の次、七条に止まる。間が長いです。ここにプレミアムカーライナーとか書いてあります。夜の7時3分と、夜の9時50分に走っているっていうこと。深夜急行は、葛浜までしか行かんっていう。停車駅は、守口市と平方公園は通過するっていうこと。通過することになっております。区間急行は守口市から各駅に止まる。これも葛浜までしか、書いておらないっていうこと。特急と準急は昼間はだいたい10分に1本、1時間に6本走っているっていう。快速急行も、夕方や、朝にも一部走っているっていうこと。急行も朝ラッシュや夕方にも走っている。ど休日見ていくと、7種類の、これも深夜急行や区間急行が走行しているっていうこと。平日と比べては、夕方、朝とか、急行が走っている。快速特急らくらくも、本数が平日より3つ増えてる。ここに書いてある通りです。昼間はだいたい、さっきの通り、特急は10分に1本、準急も10分に1本走ってるということになっております。ここにもちゃんとプレミアムカー書いてある。淀屋橋はちゃんとここにや、ど、ここにちゃんと書いております。というわけで、今回は京阪電車淀屋橋駅の時刻表について語ってみているという動画を作ってみました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた。